さあ、ということで皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。オーチピーチャンネルでございます。さあ、本日はですね、私どちらに来ているかと申しますと、あちらに線路が見えますね。さあ、私ですね、ここ初めて来るんですけれども、近くまで行ってみましょう。あ、映ってきましたね。こちら、じゃじゃん、はい、会津下郷駅にやってまいりました。私ね、これ福島県長く住んでるんですけれども、下郷駅に来るのは実は初めてなんですね、はい、ちょっとびっくりしております。あ、こんな感じなんだといった感じですね。で、こちらにですね、前回の動画にもありましたように、下郷町のというところに今いるんですが、その下郷町の観光マップ案内があります。もうちょっと寄ってみますね。こんな感じです。現在地が、ちょうど今ここにおりまして、前回はこちらの、そうですね、289号線をずっと降りてきて、道の駅がありました。道の駅から今ちょうどこの、現在地の下郷駅のあたりにいるといった感じですね。こちらを、白川から来まして、右折すると会津若松方面に行きます。それを左折するとですね、今度は、栃木県の方に行くわけですね。ちょうど今その、分かれ目のあたりにいるといった感じです。で、こちらはですね、ずっと行きますと、有名な塔のへつり、そしてこちらに王子宿なんかがありますね。いずれね、そちらの、リポートもしてみたいなといった感じです。さあ、こちらですね、下郷町になります。駅周辺はですね、本当にこう静かですね。で、あちらね、すぐそこにね、区民館なんかもありますね。ここは無人駅なのかな。ちょっとね、中に入ってみましょう。どうやらですね、会津鉄道の下郷駅は無人駅ではないようですね。ちゃんと切符売り場もあります。当たり前なんですが、訪問出る、いわゆる鉄道の関係者の敷地に入るには、入場券が必要になりますので、中には入りませんけれども、こうやって外側からね、行くことはできるようです。下郷駅のね、看板がありますね。なんかね、下郷駅の奥の方に鉄道車両も止まってありますね。ちょっとね、そこまで行ってみましょう。いいですね、こういうこの味のある車両をね、見れるのもなかなかね、ありませんので、いいですよね。ここは敷地になるのかな、敷地かな、敷地だな。ああ、そういうことか、わかりました。ホームはですね、先ほど私が降りましたのが、この辺なんですけども、ここから、ホームを中に入って、線路を越えて中に行くと、上り下りがあるといった感じなんですね。こちらがどっちが上り下りかは分かりませんけれども、あ、下郷駅ってこういう風になってるんですね。初めて来たんでね、あ、こんな感じなんだといった感じです。非常にね、のどかな山の中腹にある、駅舎といった感じです。先ほどね、電車調べたら、ついね、10分前ぐらいに電車が出てしまったようなので、ちょっとね、しばらく静かなんですが、あ、かっこいい。こういう電車、もう電車マニアには鉄道マニアにはたまらないですよね。この感じからするともうね、運転はされてないようですが、かっこいいですね。うん、もうね、この見たこともないようなこの車両ですね。何に使うんだろう。これ会津鉄道のね、持ち物のようですよ。さあ、ということで、会津下郷駅を、リポートしてまいりました。皆さん、いかがだったでしょうか。
こうやってね、来たことのない駅に来ると非常にこう新しい発見がね、いっぱいあります。ぜひ皆さんもね、秘境とまでは行かなくてもいいと思いますけれども、こうやって、各都道府県にある行ったことのない駅に行ってみると、こういうね、新しい発見があるのではないかなと思います。ということで、おちぴーチャンネル、またお会いしましょう。バイバイ。